日本郵便株式会社は東京都千代田区に本社を置く郵便事業の運営と郵便局の運営を行う日本の会社である総務省所管の特殊会社で日本郵政株式会社の100%子会社愛称は日本郵便を使用するコーポレートカラーは郵便レッドだが現在でも郵便局店舗看板に関する表記については 悠々ゆうゆう窓口設置局や郵政グループビルに設置された壺根、ね、日本郵便発足後に開局した拠点を除けば、従来の郵便局オレンジと同じオレンジ色を用いる場合がある。コーポレートスローガンは、そばにいるからできることがある。郵政民営化方針の一部見直しに伴い、郵便局株式会社が郵便事業株式会社を吸収合併し、 称号を日本郵便株式会社に変更、日本の郵便事業でユニバーサルサービスの義務を負うこととなった。これに伴い従来の郵便局会社の拠点と郵便事業の視点、集配センターはいずれも郵便局の名称となった。郵便局店舗とは独立した旧郵便事業側の拠点の一部は名称が変更あるいは郵便局郵便分室。 郵便局周配分室となった。周配センターの統合先は合理化や地域事情などを考慮して分かれており、所在郵便局と統合された例や設置者の旧郵便事業会社支店統合先の郵便局と統合された例もある。後者の場合、郵便物追跡サービスにおける局名表記は旧郵便事業会社支店統合先、郵便局名となる。 民事訴訟法及び民事執行法により送達は、日本郵便職員が送達するものとされており、内容証明郵便物の認証業務に従事する、郵便認証士と合わせてみなし公務員とされている。日本郵政を含むグループ主要4社の中で唯一、指名委員会等設置会社の形態をとっておらず、また、 日本郵政を含むグループ主要4社の中で唯一、株式が非常上場となっている。取締役11人のうち、社外取締役が6人を占める。日本郵政が2017年3月期に、のれん代など、約4000億円の減損損失を計上する元となった、オーストラリアの物流士会社トールホールディングスは、直接的には、日本郵便の子会社であり、 同県のプレス発表は日本郵政の連結ベースのものである。郵便記号とは日本の郵便事業を表す記号である。郵政民営化以降も日本郵政グループのブランドマークとして郵便番号を継続して採用。詳細は郵便記号を参照。これに合わせてジャパンポストの頭文字である JP の文字を取り入れた。 各種ブランドマークが2007年10月の郵政、民営化以降、新たに使用されている。グループブランドマークは、JP 日本郵政グループ都市、日本郵政株式会社、株式会社郵著銀行、株式会社かんぽ生命保険を含むグループ4社にて、同様のものを使用。コーポレートブランドマークは、 旧郵便事業と同じ JP ポスト日本郵便都市全社的なロゴマークとする。また、旧郵便局会社の JP ネットワーク郵便局から色とネットワークの文字を変更した JP ポスト郵便局の郵便局マークも存在し、これは主に郵便局でブランドマークとして使用される。郵便番号100-8792東京都。 塩田区大手町2丁目3番1号大手町、プレイスウエストタワー。ありがとうございます。